皆さん、こんにちは。今日は、クリスマスの12月25日ですが、雲の塾通信をお送りしています。これは昨日に続き、コロナが世界の経済にどういう影響を与えているのかということの2日目ですね。それでは早速、説明します。多くの活動がオンラインになってくると、精神的な知的財産や膨大なデータを保有した企業によってビジネスは支配されていく。今年の IT 関連の株式の上昇はこうしたことを裏付けていて、アントグループになれるような銀行業のデジタル化の波が起こってくる。経済が弱い状況にあっても、低金利が資産価値を高く維持できる。このことは株式市場と実体経済との乖離を拡大するだろう。こうしたことが金融危機の後に現れたのだが、今年はさらに拡大していく。いる。政府はこうした変化に適応しようとしていて、彼らの政策や市場の動きに対して大衆の同意を取り付けようとしている。中国にとってはこうしたことには関係なく、少なくとも短期的にはコロナから最も力強く抜け出してきているようだ。その経済は素早く立ち直っている。今月5カ年計画を発表し、先端技術による国家資本主義を提唱しているが、うぬぼれが増長している。しかしながら、中国の経済の組織の中に腐敗の要因が、長期的な欠陥として露呈していく。まあね、中国は昔から腐敗っていうのはつきものですからね。中国の経済にはその名のごとくセーフティーネットがない。これは問題ですよね。今年は世帯収入を増やすことなく、企業への景気刺激策やインフラ投資に焦点を当てなければならない。そして長期的には監視と国家統制のシステムはロックダウンを強制することはできたが、企業の意思決定、人の移動、アイデアを阻害し、イノベーションや生活水準の向上を妨げている。これは表面的にはその通りですけど、中国人というのは昔からこういうふうな、その官と民の癒着っていうのはありますからね。ですから、それはうまく立ち回っていくと思いますね。ここで言ってることはちょっと西洋的な発想だと思いますね。ヨーロッパは遅い。コロナへの対応において、経済を調整するよりも硬直化させてしまっている。上位5カ国では労働力の5%に対して短期の支援策を講じていて、政府が彼らに一時金を支給しているのだが、そもそもそうした仕事が戻ってくるのかの保証はない。イギリスではその比率が2倍だ。ヨーロッパでは破産法の延期、暗黙の返済期限の延期、数多くの国家援助によってゾンビ企業を延命させている。危機前にはフランスやドイツが国を代表する企業を支援しようという産業政策を持っていたのだが、ますますこうしたことが気がかりになってきている。要するにゾンビ企業を延命させるという意味です。ヨーロッパでこのコロナによって既存企業と政府との親密な関係を築こうとしたのだが、長期的にはそうはなりそうにない。アメリカにも問題がある。今年の政策はほぼ正しかった。政府はより寛大な失業者へのセーフティーネットを提供し、予想以上の景気刺激策を講じた。政府は労働市場への支援を行い、ヨーロッパは時代遅れの企業への支援を行ったが、そうしたことはさほど行わなかった。結果としてヨーロッパと違ってアメリカは新たな雇用を作り出している。その代わりにアメリカの問題は政治の分断だ。今週トランプは新たな景気刺激策の検討をやめようとしていて、それは経済が財政の崖から落ちることを意味する。重要な改革として IT 指導によるセーフティーネットの再設計、もしくは経済を維持するための赤字政策があるのだが、二大派閥の協調がないので、こうしたことが実現できない。コロナが新たな経済の現地に重圧をかけている。各国に順応が求められているのだが、アメリカはこうした困難な状態にある。このコロナ後の世界に対応するためには、この政治の状態をリセットしなければならない。これはアメリカはトランプが勝とうと、バイデン勝とうと、上院は、共和党で、下院が民主党だし、今回の選挙のトラブルで、どっちに転んでも政治がうまく動きませんね。国が分断されて南北戦争みたいな状態になってますから、一体どう落とし前をつけていくんでしょうかね。
大変なことですね。まあそういうことです。